さあ毎週月曜日のこの時間は秘密の研究室からパフューム研究員が登場。僕の友達で手のでかい伊藤くんっていうやつがいるんですけど、はい、そいつもねクリンクリンめっちゃいいっすねって言ってたよ。今夜は7月に書き込まれたパフューム掲示板のメッセージを研究していくぞ。パフュームロックス。さあ毎週月曜日のこの時間は秘密の研究室からパフューム研究員が登場。僕の友達で手のでかい伊藤くんっていうやつがいるんですけど、はい、そいつもねクリンクリンめっちゃいいっすねって言ってたよ。今夜は7月に書き込まれたパフューム掲示板のメッセージを研究していくぞ。パフュームロックス。7月のパフューム掲示板を研究せよ。7月最終日ということでこの1ヶ月のパフューム掲示板の書き込みをチェックしていきましょう。はい、はい、ってことなんだけど、これ今月もやっちゃってるね。何？研究室のパソコンから見るとみんなの掲示板の書き込みタイトルだけしか表示されてない。あれやっちゃってるね。これそう、これ同じやつじゃん。そう、みんな前もこんな現象起きとったよね。ダメなのかな、もうウルトラサーバー。やっぱアップデートしてさ変えようよバージョン。なんだろう、これ何もしてくれなかった。これでもできるならもうこれでやっちゃって。甘え、なんか私たちの対応能力に甘えてるってこと。ウルトラサーバーの甘え。いやでもね、まあこの前みたいにタイトルだけ選んで紹介すればできちゃうから、うん、そうだね、やってみますか。楽しいもんね、意外とタイトルは見えてるから。どれがいいかな。バーベキューインつまごい。あ、おびっくりびっくりびっくり。見てみる、うん、見てみよう。男の子18歳、大阪のオレオレオ、オレオレオ、オレオレオ、スマゴイ参戦してきました。おお、ほんまに楽しかったです。すっごく雰囲気が温かくて他にはないようなフェスでした。ほんまにほんまに最高でした。今年の一番の笑いと興奮、そして元気をもらいました。コラボ企画もすごく盛り上がり、終始おおとしか言えませんでした。クリンクリンも見えて本当に良かったです。ありがとう、嬉しいね。今年一番だったんだ。すごいね、ま、あの今年のあれじゃね、夏はまあこれからじゃけで、うん、まあ確かにね、うん、とはいえど笑いと興奮、そして元気をもらったって。よかったよ、嬉しい、嬉しいね。そうコラボしたんですよ、いろんな人たちと、うん、でこれはくじ引きで決まったやつで、そのグループとかバンドのボーカルだけこのチームとか、ギターだけこのチームとか、うん、リズム隊はいないみたいな、うん、だから大体が主軸メンバーだけでこう構成されていくんだけど、だからうちにはパフュームと、ポルノグラフィティの春一さんと、あと辻村くん、ハクの辻村くんと、ウィーバーの杉くんで一緒にやったんだけど、もうリズム隊の人いないからさ、ね、あのピアノでねどうにかするのかな、杉くんのピアノどうにかするのかなと思ったら、俺ドラムやるわって春一さんが、って、うん、もうやっぱこういうの楽しんでいかにはいけんじゃろって言ってやり始めたんだけど、シンセドラム、うん、やり始めたんだけど、こっちの方が緊張するよね。本番は言っとったね。ね、決まりがあって、曲の何の曲をコラボするかっていう、うん、夏の歌、日本の夏、うん、そう日本の夏の歌っていう中で、もうそのコラボが決まった日に、うん、サバイバルダンス、なんかすぐ決まって、なんか辻村くんとかあんまりついてきてなかったもんね。なんか追いつかれて、あ、はい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 ってなっちゃってたよね。杉くんはずっと笑ってた。確かに。ハクの音楽をね聞いたことがある人はわかると思うけど、うん、あの声で、うん、サバイバルダンスってものすごい清涼感のある。なんだろうね、おしゃれみたいな、うん、そう、初っ端から切ないみたいな、うん、No no cry more みたいな、めっちゃおしゃれだったね。ヒェイヒェイ、あのね、イェイイェイイェイなんだけど、イェイヒェイって聞くよ。素敵になったよね、ウィスパーな感じで。じゃあ次行こうかな。あの海外のファンって書いてんの、なんだ、おどういうことなんだろう、読んでみよう。宮城県の男の子17歳、総龍くん、はい、海外のファン、うん、今日ツイッターで海外のパフュームファンの方と話す機会がありました。南アメリカ在住の方らしく、うん、ここにもパフュームファンはたくさんいてすごく人気だよ、
ロサンゼルスよりも近くに来てほしいと話してました。うーん、歩夢研究員は世界中どこでも知られていて人気がある存在なんだなと、なんだなと改めて感じました。タクシーの運転手さん、最近そういうのちょっと言ってくれたね。そうそうそう、急ぎすぎの一個間違いなんだな。南アメリカってどこ？南アメリカ、ロスよりも近くに来てほしい。ロスだとまあ飛行機だったりとかまだまだ遠いんだろうね。遠いのか。そうなんだ、すごいね。話す機会があることもすごいね。すごいよね、こうやってつながれるきっかけがあるっていうか。うん、ツイッターはじゃけみんながやっとんじゃね。ねえ、ちらもやり始めた方がいいんじゃない。そうね、まあスタッフさんがやってくれてはいるけど。あ、そうだね、そう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 、みんなさ個別のなんかオフィシャルツイッターみたいなやってるじゃろ。やってるね。そういうのとかやった方がいいんじゃない。ファンクラブに取り込みたいんか。そうね、やっぱそこはさ差別化したいんじゃん。差別化したいんか。大事だもんだってファンクラブの人たちは。うん、いや、いっちゃん大事、うん、仲間になろうよっていうことですよね。最高の仲間、一番こう安心できる場所。うん、でもやらんでいいんか。そういういっちゃん新しいやつ、うん、みんなやっとる新しいつながれるやつ。え、どうします、一旦持ち帰りましょう。持ち帰りましょう。やっぱ慎重になるんだね。そこは鍵かけましょう。持ち帰りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとう。 Cool Lock Ladies and Gentlemen Boys and Girls Starring Perfume。 皆さんこんばんは、くしゅうかです。のちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。だから体を動かさないで大きい声を出すってやつをね、今してやってみたね。今あーちゃんです。顔色全然変わらず超元気だったからびっくりしちゃった。こういうのもねできるんだね。すごいよね、ラジオってね。すごいね、ラジオってね。顔わかんないんだもんね。引き続き7月のパフューム掲示板を研究せよ。どんどん研究していきたいんですけど、まだタイトルだけしか見れない。そうですね、まだ、もうだから7月の掲示板を研究せよとは言うんだけどね、うん、そこは言えるのにね。言えたんだけどね。そうなんだよ、ね、そっち言えるくらいなら全部見してよって思うんだけど、甘えかな、うん、じゃあぐるんぐるんのチケットがてんてんてん、もう何だろう、夏はね、もうそろそろですから、うん、チケットが、ね、チケットがってことは、チケットがだから取れたか取れてないか、取れなかったか、チケットを取れたけどなくした、チケットが、チケットがトイレ流れた。そうでしょうよ、含みがあるもんね。てんてんてんな感じがあんまり幸せじゃなさそう。にくいよね。ありますよ、気になる。ぐるんぐるんのチケットがてんてんてん、グリーンアリーナのチケットが届きました。あ、よかったな、よかったよかった、ありがとう。末席ではありましたが、アリーナのやや前方の列でした。末席、末席。JPN ではギリで FC ファンクラブ選考に間に合わず、アリーナではなくスタンドで見ましたが、うん、それでも十分3人を近くで見ることができて楽しめたので、今回どれぐらい近くで3人を拝め、うん、楽しませていただけるのかとても楽しみです。拝め、拝むっていう字がその書きたくなったよね。グリーンアリーナだからもうすぐじゃん。そうね、そうだよ。末松席、松席、末席にいらっしゃるっていうことは、うん、うちらの頭の中に入ったから、うん、だいたいそっちを見て、うん、確認するよ。そうしよう。ただね、2 days あるんだよね。そうだね、どっちかな。そもそもどっちなのかがちょっと分かんないから、うん、大丈夫、どっちとも末の方見とくから、ね、あ楽しみましょう一緒に。思いは、ね、うん、一緒だよ。ありがとう。じゃあ続いて、なんだろうね。あ、リリックビデオ、ホールドユアハンドのリリックビデオ、うん、うんうん、そうなのよ。そう、完成したんだもんね。フルがね、完成したできたのよ。そうそうそう、これすごいですよ、総勢5000人の人が参加してくれ、応募してくれてて、うんうん、で本編には500人ぐらい、うん、採用されてるんだって。すごいじゃん。だから1分半で、うん、1分半で200人ぐらい、うんうん、うちらの最初のやつ作ったから、うん、だからあとの3分ぐらいを500人ぐらいで、前半スタッフさんで後半ファンの方で10分の1か。本当に数字ダメ。こうなる。それは私
私もできるわ。嘘でしょよ。ナチでもできる。それはできた。そうか。そうか。ちょっと重症かもわからんな。うん、じゃあ続いきますよ。うん、はい。ポニパニちゃん、女の子、19歳、東京都の子。うん。ホールデーハンドリリックビデオ、私の方映ってました。おお、マジか。今日は誕生日だったので最高の誕生日になりました。よかった。もう一生の宝です。おめでとう。だって。おめでとう、嬉しい。いや、あの一瞬だけどね。うん、でもやっぱ個性出るよね。うん、面白かった、よかった誕生日、ね、嬉しい。いや、応募してくれたみんな本当ありがとう。じゃあありがとうございます。ぜひ皆さんこの後も見てください。みんなで作ったビデオです。はい、いったらこれ本当何か分かんないけど言ってもいい、うん、緊急速報。うわー、息ある。これ気になる。タイトルだけですごい気になるけど、一か八かな感じすごいね。緊急速報。埼玉県の18歳男の子、ひろたろうくん。ひろたろうくん、緊急速報。ヤフーニュースより、広島県のガイドブックパフュームが表紙が増刷されるそうです。あまだ発行して間もないのに。すごいですね。だってすごいですね。すごいよね。そうそう、聞いたよ。ヤフーニュースに本当に載ってたんでしょ。え、あそこに載るの。載ってたらしい。これのことが。お母さんがプリントスクリーンで送ってくれたもん。マジで。マジで。本当。スクリーンショットじゃなくて。プリントスクリーンってなんだろう。プリントされた。カシャーンってそのパソコンの画面を撮れるみたいな。スクリーンショットっていう。あ、そう、スクリーンショットって。プリントショット新しい。なんか大学で習った気がしてたんだけどな。私の大学なんだったんだ。スクリーンショットしてくれて、うん、そう、究極のガイドブックっていうね、うん、広島県のガイドブックの泣ける広島県、うん、そう、パフュームがやってるんですけど、うん、増刷されたんだね。嬉しい。でも好評だってことは聞いてたよ。1日目でなく全部なくなったみたいな。そうなの。聞いたよ。マジか。じゃけもうないけくださいってナッピからもう丁重に来たよ。ナッピあれでもさ、うちらの写真もすごい素敵に撮ってもらったけどさ、うん、本当に広島のなんかコアなさ、うん、ここ楽しいよみたいなすごい楽しみ方書いてあって。そうそう、ね、面白かった。なんかあの普通のガイドブックとちょっと違うテイスト、うん、ちょっとおしゃれさ出してるとか。そう、おしゃれなんよ ね。あのベタなお店は載せませんみたいな感じとか。素晴らしい。これ読んだ人がみんな広島に来てくれたら。そうじゃね。嬉しい。尾道行ったよね。尾道ね、写真撮りに行って、うん、行ったね。素敵なとこだった。そう、うん、何あれあ再起動した再起動した再起動。掲示板直った。え、掲示板直ってよ。本当だ。なんでなんでこのタイミングなの。あ、本当だ、文章出てる。終わっちゃったよ今日。またかい。なんかいつもここ調子悪いね。うん、いいのかな。いや、ちょっとこれは直してほしい。確かに。直してほしい。いや、校長教頭、今度こそ本当にメンテナンスお願いします。お願いします。さあ、そしていよいよ今週から Perfume FIFTH ツアー2014ぐるんぐるんがスタートします。わあ、始まる。始まります。はい、まずは8月の1日2日広島グリーンアリーナ、うん、ライブに来る生徒を会えるの楽しみにしています。もうまずね、初日が広島で、うん、自分たちの故郷なので、やっぱ初日ってだけで緊張するのに、うん、故郷っていうのってさ、うん、もう 2,3 倍ぐらい緊張感が増すじゃないですか、ね、なんだ、やっぱちょっといいもの持って帰りたいというか、勇姿を見せたいというか、そういうこうちょっと頑張りたいみたいな思いがね、発動しちゃうわけですよ、うん、まだまだリハ続いてて、そう、なんか固まってないところもあって。いや、結構あるよね今回。そう、なんかやっぱリリースとさ、リハーサルがさ、カンカンになっとったじゃん。いろいろ入ってたね。いつもだとリハーサル1ヶ月間みっちり結構撮るんだけど、うん、クリンクリンのリリースがあったから、うん、そうそう、うん、あのサバイバルダンスのリハもやったし、ね、ないから、あとつま声とかもあったしね。そう、だからちょっと不安なとこある。うん、どう、うかちゃんは。もうやっぱ広島ってだけでちょっと気持ちが変、うん、あ、何、それはどういうこと。楽しみってこと。楽しみもあるし、ツアー始まるって喜びもあるし、うん、あと初日って緊張もあるけど、うん、広島っていうことで、うん、なんかあの気持ちの持っていき方がちょっと分かんなくなっちゃった。どんな風に自分をそうそう持っていけばいいんかな。ただの緊張だけだったら、うん、緊張しないように収めようで済むのに、うん、緊張してるけど頑張りたいみたいな気持ちも出てきちゃって、うん、なんかいろんな気持ちぐるぐるしちゃって、うん、ね、変な気持ちになってると思う。あ、ほんと。初日、まあ、わかる。
スタッフさんもそんな感じだよね、うん、確かに雰囲気としては、うん、いけバフェームみたいな思いいっぱいあるんだけど自分の確認もめっちゃあるからいけバフェームって言いながらもう手元めっちゃもう緊張みたいな、ね、手震えるみたいな感じはあると思うから、でもみんなでね一生懸命作り上げてきた、このライブツアーですから、うん、皆さんと一緒に楽しみたいと思います。ウルトラサーバーのね、はい、なんか調子悪いっていうのは、うん、俺前からね森末さんに何回も頼んでんだけど、森末さんって何出て校長先生え何で森末さんに頼もうとしたの、いや水道トラブル5000円って言ってんの、ウルトラサーバー8000円って、ウルトラサーバー水回り言ってねえよ、ウルトラサーバー8000円って水回りじゃないよ、CM で言ってたから、だから俺は森末さんに頼んでんだけど、誰も見てない、来てくれてねえのかな、まだ来てないよ、クラシアンが来てくれるはずなんだけどね、来てないよ、ちょっともう一回森末さんに改めて言っとくんで、鉄棒やってもらって帰らせるよ、クラシアン、新クラシアンだからね、引き下がれあとね俺ね、ツアー始まんじゃん、パフューム研究のね、うん、あの1回でいいから俺その広島公演をね、まだ見たことがなくて、パフュームの地元どんな感じなのか、はい、ちょっと見てみて、映像でしか見たことないから、うんうんうん、行ってみてんだよな、行けねえかな、無理かな、ましょうよ、今週金曜と土曜だもんね、土曜日何やってんだっけ俺、仕事か、畜生、また平和島じゃないですか、いやおい、なんでそのなんか毎週末校長てめえは平和島行ったのいいだろ、そうそう平和島行ったって頑張ってください、立派なお仕事なんだから、そうですよ、平和島のバカにせえ、謝れみんなに、まあ、おじさんたちに、そうだ、あ、終わっちゃったパフューム研究員ツアー行ってらっしゃいませ、頑張ってください、明日のこの時間は社会の講師クリーパイプ先生が登場、クリープロックス。